大樹信玄、未来は僕らの手の中、月が空に張り付いてら、銀髪の星が。逆境ブライ大樹、今回で無事最終回を迎えました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。でも皆さんご存知の通り、カイジのストーリーはまだまだ続いています。ということで、ここで重大発表です。はい、カイジはまだまだ終わりません。第2弾必ずやります。放送はおそらく1年後ぐらいですかね、先生。ええ、まあ大体1年か2年か分かりませんけれども、次はもっと面白いので、ぜひまた見てください。それでは最後に、せーの、未来は僕らの手の中。